こんにちは、坂太郎です。昔、おばあちゃんやおじいちゃんから言う都市伝説みたいなことをよく聞かされた覚えがあるんです。でも、実際にそれを見たことがないんです。よく言われるのが、豆腐の角で頭ぶつけてお前死ぬぞみたいな。バナナの皮に、ね、滑ってこけるぞ。実際にバナナの皮に滑ってこけてる人は見たことないですよ。本当にそんなおるんかいな、そんなずっこけた人。そう思いながらコンビニに入ったら、こんなのがまた。タケノコの里バナナ。バナナの皮に足を滑らせてこけてる。バナナと言ったらもうバナナの皮に足滑らせてこけるイメージしかないんかと。バナナはね、置いといたら黒くなるんです。で、ここ見てください。ココアクッキーで美味しいよ。ココアクッキーで美味しい。ココアクッキーで美味しいよ。ココア。クッキーで、ここはクッキーで美味しいよ。バナナ味のチョコにサクサクココアクッキー食べてみます。中身は毎度毎度香りチェックさせていただきます。今日はまず手を突っ込んで振り回した後、この手についた香りを家具のよし、これ、家具と、バナナの香りが、バナナジュー、バナジュー。タケノコの里、バナナ味、いただきます。私的には、あえて、バナナにする必要